滝田ねえです。ありがとうございます、はい、今は夏 in summer、 夏 in summer だってことで、今日は怪談話をやってみようと思います。皆さん安心してください、私こう見えても魔術得意ですから、はい、ってことで、はーい、怖いな怖いな。どうも稲川カレンです。タイトルを四字熟語で言いますと、恐怖の狐岩。これはある寝苦しい日の夜の話なんですけど、なんだかやだなやだな思ってたら、トゥルトゥル、やばい、ちょっと巻き下が上手にできない、トゥル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 って電話が鳴ったんです。で、出てみたら男友達から、今ホームパーティーやってるから遊びにおいでって言われて、もうなんだか胸騒ぎがして、やだなやだな、今思うと行かなきゃよかったなって思ったんですけど、まあいいかと思って思い切って車飛ばして向かってみました。で、車でうーんって言ってて、まあ、せっかくあの人のうちに呼ばれするんだから、まあ、なんかね、土産とかでも買った方がいいかなと思って途中でコンビニに寄りました。でも店に入るといらっしゃいませーって男が声かけてきて、その男こんな感じで四字熟語で言うと肉団子男だったんですけど、もうなんだか怖いなと思って、でもパッて見たらその男がじーってこっちを見てるんです。なんだかやだなやだなって、私も恐る恐るその男の胸についてる名札を見てみたら、その肉団子男すごい太ってるのに名字が細いだったんです。太ってるのに細い、太ってるのに細い、おかしいなおかしいな、やだなやだなやだな、怖いな怖いなって、私もう会計もせずにビールやらお菓子やら全部もう盗んで、そのまま万引きして走って逃げてきちゃったんですよ。そしたらその男がずーっと追っかけてきて、怖いな怖いな、いやこの男は絶対危ない男に違いないって、私もう慌てて車に乗ってバーンって車飛ばしたんです。しばらく明かりの全くない暗い道をブーって走ってたら、目の前に白い猫がふわ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 浮いてるんです。で、スーって突き抜けるように私車で引いちゃったんです。やだな怖いなやだなって恐る恐る降りて、白い物体を見てみると、なんとその白い物体はコンビニのビニール袋でしたわ。まあ、この話で何が一番怖いかというと、私がタイトルにで最初に言った狐の岩はこの話には出てきません。カレンレレ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